コスメデトーレスは、フランシスコ・ザビエルと共に、戦国時代の日本を訪れた、イエズス会宣教師、カトリック教会の司祭、ザビエルの意思を受けて18年にわたって、日本で宣教。彼の目指した、適応主義は、当時のヨーロッパ人の限界を超えた思想であり、日本におけるキリスト教不教の成功をもたらした。スペイン語の RR の表記の関係で、コスメデトルレスとも書く。 また一部文献では、コスモでトルレスとも書く、参照、スペイン語の日本語表記、RR スペインバレンシア出身のトーレスは、若くして、司祭となり、故郷を離れて、メキシコに渡った。さらにビデアロボス艦隊に同行して、東南アジアのモリュッカ諸島までやってきた。1546年、そこで、トーレスは、運命的な出会いをする。たまたま同地に来ていたザビエルとの出会いである。 ザビエルに浸水した、トーレスは共に、インドのゴアへ渡り、同地で、イエズス会に入会した。ザビエルや日本人や次郎と共に、日本への戦況を志した、トーレスは1549年8月15日、ついに鹿児島に到着。ザビエルと同じように、日本人に好印象を抱き、戦況への夢を膨らませた。一行は、平戸の松浦氏の庇護を受けることができたため、トーレスは、 京都を目指したザビエルらと別れて平戸に滞在した。さらに1551年にザビエルがインドを目指して出発するとトーレスはザビエルに日本不況の責任を託された。トーレスは日本人ロレンソ領裁などの協力者を得て地道な選挙を続けた。トーレスが選挙責任者として成功した理由には彼の適応主義が挙げられる。これは サビエルの意志でもあった。つまり、日本ではヨーロッパ人の宣教師たちに対して日本文化を尊重し、日本式の暮らしを行うことを求めたのであった。トーレス自身、肉食をやめ、質素な日本食を食べ、日本の着物を着て、後半生を過ごした。トーレスの地道な活動は身を結んだ。山口や九州の各地で徐々にキリスト教が広まり始めたのである。 彼は戦乱に翻弄されて、山口、文語、非善などを点々としながら、皇族の宣教師たちを教育し、日本人協力者を養成し、信徒の世話をし、仏僧たちの議論に応えた。1556年には商人だった、ルイスであるメーダが、トーレスの勘下によって、イエズス会に入会、以後宣教師として盛んに活躍することになる。トーレス自身も九州各地で宣教を続け、 1563年には、大村住忠に先礼を授けて、初のキリシタン大名とし、またキリシタン不況と不可分の関係にあった、南蛮貿易の拠点として、横瀬浦、ついで長崎の開港に尽力した。1559年には、サビエルの祝願だった京都での不況を果たすべく、満を持たして、ガスパルビレラシンプラを派遣した。トーレスの時代。 戦国時代の相次ぐ戦乱は不況活動において大きなマイナスであった。機内での戦況はやがて織田信長によって政治的安定がもたらされることで軌道に乗ることになるが九州では依然続く戦乱と政治的不安定の影響でなかなか安定した活動が行えなかった。日本地区の不況責任者として各地を点々としての戦況に疲れ果てたトーレスは 1560年代の終わりに、インドの上長に、新しい不協調の派遣を依頼。これに応えて派遣され、1570年6月に、甘草に到着したのが、フランシスコ・カブラル神父である。1570年10月2日、甘草式で死去。トーレスが日本に来た時、一人の信者もおらず、一つの教会もなかったが、彼の死去時には、京都、堺、山口、 文語、非善などに、多くの教会と多数のキリスト教徒が生まれていた。サビエルの夢を実現させたのは、名誉トーレスであった。霊北朝公式観光案内、トルレス神父記念広場、赤紙寮、大友の聖書 ISBN978 から47億5841万3268。ありがとうございます。